ピーター・ボーコスは、ギリシャ系アメリカ人美術家。陶芸とファインアートの伝統的な壁を飛び越えた、抽象表現主義陶磁器作家として知られる。1996年、ボーコスは、モンタナ州立大学ボーズマン校で絵画と陶芸を学んだ後、カリフォルニア美術大学で美術学修士号を取得した。ボーズマンでの機能的な食器類作りが、ボーコスのキャリアの始まりである。 その才能はたちまち認められ、賞も獲得。1953年には、ノースカロライナ州アッシュビルのブラックマウンテンカレッジの、柿記陶芸講座の講師に招かれた。1954年に、オーティス芸術大学に陶芸学部を立ち上げた後、ボーコスの作品はみるみる抽象的で彫刻的に、変わっていった。カリフォルニア大学バークレー校に移り、そこでも陶芸学部を作り、 1959年から1985年まで教鞭を取った。教え子たちからは多くの巧妙な陶芸作家が輩出している。ボーコスの彫刻は、その視覚的重さ、自由な形状、アグレッシブかつエネルギッシュな装飾で有名である。作品の表面を力強く引き切り、叩き、えぐり出す。ブロンズ像を制作したこともある。ある時期には、 当時期に有薬を塗るか着色し、筆遣いで作品を仕上げた。1979年にピーター・カラスから、滝木釜の使用を紹介されて以降、ボーコスの作品は、ほとんどが釜滝である。ボーコスは見物人と一緒に仕事をするのが好きだった。2002年2月16日に、心筋梗塞で亡くなる直前も、オハイオ州ボーリング、グリーン州立大学でのワークショップを指導し、 その技術を観客に披露していた。78歳だった。ボーコスの作品は、メトロポリタン美術館とニューヨーク近代美術館、チャールズ・カウルズ・ギャラリー、フィラデルフィア美術館、スミソニアン博物館、オランダのアムステルダム私立美術館、アイントホーク、アートミュージアム、京都国立博物館、オーストラリアのメルボルンのビクトリア国立美術館、 ロンドンのビクトリアアルバート美術館など世界中の美術館にある。ありがとうございます。